な悪と不調。ゴールキーパーコーチの山岸コーチに反抗してね、グラウンドをね、去ってしまったと。どうも、中堅です。さあ、今日の動画はですね、今現在ヴァンフォーレ甲府にね、所属しているジュニオール・バホ選手。このね、バホ選手はですね、最近ヴァンフォーレ甲府の試合や、練習にね、全く帯同していないと。でね、家族の事情をね、理由にね、ブラジルに帰国してしまったわけです。でね、このね、ことについて、僕の地元の山梨県のですね、山梨日日新聞ではで、このような記事を取り上げておりました。エース候補、輝き、失う、悪党不調、バボス、負の連鎖と、こういうね、記事が書かれて、こういう記事になっておりますけども、まあ全部は読まないんですけど、ちょっとね、僕なりに要約していきたいなと思います。11月20日のですね、中央市の山梨大学医学部のね、グラウンドでね、ヴァンフォーレ甲府の試合が行われたわけなんですけど、バホ選手はですね、ダラダラね、練習をしていたらしいんですよね。どんなダラダラかは僕にはわかんないんですけど、それをね、見たですね、渋谷ヘッドコーチはですね、バホ選手をね、注意したと。まあダラダラすんなよとね、まあ注意した、まあ、はずだとは思うんですけどね。それでね、バホ選手はですね、なんとね、ゴールキーパーコーチの山岸コーチに反抗してね、そのままね、グラウンドをね、去ってしまったと。まあ、こっからね、バホ選手はね、完璧負のスパイラルにね、陥ってしまったわけです。まあバホ選手はですね、まあね、本当に波に乗らせたら素晴らしい選手なんですよ。プライベートでもね、いつもニコニコして親身に接してくれたりはするんですけど、ちょっとね、短期と言いますか、子供の面と言いますか、こういうところがね、あってですね、今回このようなことになってしまったわけですね。でね、バホ選手はですね、今季の1月と2月にね、行われたキャンプで体のコンディションが上がらないままチームに合流したわけです。昨年負ったね、怪我の影響もあり、そのね、影響が響いたせいだと思われるんですけど、別メニューで過ごしてきたと。でね、2月のね、開幕を迎え、第1節の町田戦ではですね、途中出場を果たしたわけなんですけど、そっからね、コンサートに試合は出てですね、得点も決めて、まあヴァンフォーレ甲府にね、全く貢献しないわけではなくて、今季の成績はですね、10試合4得点と、まあまあね、貢献してくれました、ヴァンフォーレ甲府に。本当にですね、まあ、ショックですね。本当に素晴らしい選手なのに、練習の態度とかって非常にね、プロである以上、頑張って姿をね、アピールしなくてはいけないのにね、本当にこのようなことになってしまったのはですね、ショックだと思います。ヴァンフォーレ選手はですね、来季はもうヴァンフォーレ甲府にね、いない気はしますね。てか、絶対いないだろうな。もう、チーム全体から完璧、見捨てられたバホ選手だと思います。来季はどうなるんだろうね。僕自身もね、バホ選手の動向が気になるわけですけど、これからも僕はね、応援し続けたいなと思います。ちょっとこんな締め方になってしまいましたが、今後もね、頑張っていただきたいなと思います。さあ今日の動画はですね、ここまでとなります。最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。